登記済証とは、不動産について登記が完了した際に、登記書が登記名義人に交付する書面である。次に権利を移転したり定投権を設定したりする時に必要となる。俗に、権利書、権利証と言われるが、登記済証自体が不動産の権利を表しているわけではなく、登記の申請人が登記名義人本人であることを確認するための本人確認手段の一つである。 不動産登記法改正により2005年3月7日に登記済証はオンライン庁による登記識別情報に切り替わった。A が B に対し不動産を売却し所有権移転登記をする際には登記書に AB 間の売買契約書等の登記原因証書を提出する。登記間はその登記が完了したときはその登記原因証書または登記申請書副本に 登記済みの印番を押し、受付年月日、受付番号、順位番号を記載した上、これを B に完付する。これが、登記済み証である。その後、B が C に、この不動産を売却したり、抵当権を設定したりして、登記を申請するときには、B は、新たな登記原因証書とともに、上記の登記済み証を登記書に提出しなければならない。これは、登記済み証は、 B が所持しているはずであることから、登記を申請しているのが登記名義人である、B 本人であることを確認し、B の意思に基づいて登記が申請されていることを確認するためである。なお、C に対する登記が完了したときは、登記官は B の提出した登記済み証に、さらに登記済みの印判を押して、B に完付する。登記名義人が登記済証を召しまたは紛失したため、 これを添付することができないときは、登記を受けたことのある青年者二人以上が、登記名義人の人違いでないことを保証した、保証書を添付しなければならないとされていた。しかし、この保証書の制度は、不正な登記に利用されることがあるなど問題点があったため、新不動産登記法で廃止され、代わって、事前通知制度が導入された。従来は、登記を申請するときは、 登記書に出頭して書面で申請することになっていたが、不動産登記法改正により法務大臣の指定を受けた登記書ではインターネットで申請できることとなった。このオンライン帳では登記済証の交付に変えて登記名義人に対し登記識別情報を通知することとされている。従って登記済証は次第に登記識別情報に切り替えられていくことになる。 もっとも、すでに交付された闘技済み証は、オンライン庁に闘技を申請する場合も、そのまま使うことができる。ありがとうございます。